こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。軍事行動を活発化させる中国だが、今込め海軍の動きが鈍くなってきている。その状況の中、台湾にも仕掛けてきているのは当然の行動だろう。米国が力を入れて援護している台湾、日本としても親日化の台湾には協力的に支援している。潜水艦建造計画も始まっている中、蔡英文総統が日本に潜水艦建造を頼っている状況だ。米国は原子力潜水艦のみの建造で、台湾は通常動力型潜水艦を建造する計画。どちらにしても日米で台湾を支援していくのはこれから。世界が混沌とする中、中国の動きも注視していくべき。では現在の中国側の動きを見ていこう。米軍もアメリカ強襲揚陸艦を派遣する予定。強襲揚陸艦は軽快さが売りとなるのか、これで F-35B 戦闘機との抑止効果が見えてくるかもしれない。ステルス戦闘機の力を今こそ発揮する。本編スタートです。新型コロナウイルスの感染拡大は、市井の生活の中だけではなく、
バシンコーチが沖縄、宮古島間の宮古海峡を通過して、西太平洋へと進出し、その海域において、軍事演習を実施したことが確認されている。こうした航空母艦、4名艦隊の動向は、海上自衛隊では、護衛艦、秋月特異一哨戒機によって監視されており、また、海岸での厳戒態勢を敷いて、逐次、その動きを把握していたと報じられた。日本よりも、直接の脅威を感じざるを得ない台湾の緊張は、察してやまりあるが、それも、アメリカの空母打撃群が、戦列を離れていることを見越した中国軍は、挑発的な行動の一環であることは、間違いないだろう。通常時であれば、艦載機もままならないような航空母艦、両名の動きも、そこまで深刻な脅威とは言えないかもしれないが、頼りのアメリカ海軍の空母打撃群が稼働できない状況下では、楽観視できない。中国としては、先の香港デモなどによる、中国共産党の支配体制の試みを脱走と台湾の国際的な独立国家としての承認を封じ込める圧力をますます高めてきているように感じられる。直接的に台湾への軍事行動など現在はないだろうと、大型では予想され、出入りるものの、こうしたアメリカ海軍の戦力低下が顕著に、長期化する中で、中国海軍の自由度が増していることは事実だろう。何より、中国政府は、台湾独立を防止するための策として、斬首作戦などを公言してはばからず、その独立を支援する外国、つまりはアメリカの介入を阻止すると明言しているのだ。現在でも2014年にはロシアのクリミア併合に見るように軍事力を背景とした露骨な領土拡大が行われた例もある上、そもそも台湾は中国の一部だとみなす中国共産党の方針は強硬である。2018年に表面化したアメリカと中国の経済戦争は、ここに来てコロナウイルス収束後の世界情勢の覇権をめぐる対立の様相も呈してきている感がある。中国国内の経済が悪化し、破綻をきたす事態が迫れば、国民の不満を外にそらすため、これまで以上に台湾への圧力を強めることは、12分に起こり得る事態と言えるのかもしれない。